やはり桜のちょっと時間よろしいですか？こんばんは、矢作小百合です。皆さんこんばんは、桜屋根です。この番組は、はい、私たち先輩後輩コンビが超A&G プラスのお時間をちょっとだけお借りしてお届けするハイテンショントーク番組です。はい今日は12月25日、聖なる感じ聖なる夜でございます。ちょっと聖なるのベクトルが2人で違います、ね、違うよ。だから今日は聖なるだから、パイセンはシスターみたいなのイメージしてる。あなた聖歌隊で来ちゃったから。私清志子の夜ですそうね、その感じで来たよね、はい、全然聖なる感じでって言ったら、うん、聖なっても発注と違うもの来ちゃってパイセンびっくり。そうですか？びっくりよ。でもそうじゃなかったわ。お互い聖なるだから、まあ同じようなね、志を持ったものとして頑張りましょうてめえと一緒に住んじゃったなんでですかさあ、本日12月25日クリスマスでございます。はい、今見てる人、イエーイかわいそうかわいそう、今見ちゃってるね、見ちゃってるね、今かわいそういや、だって今日25日の23時よ。25日の23時に今見てるかわいそう。でも画面の向こうの私とパイセンにも今自分たちをバカにしてるパイセン予定ないなんていつ言った？やだ、ちょっとやだ。あるんですか？あるしあるしパイセン、いやパイセンいやどう？さくらさんね、そうですよね。今パイセンジョークですよね。いや、パイセン普通に先輩ジョークですよね。20も25も予定はありますけど、逆にあれですか、逆打ち上げですか、アニメの。プライベートです。いやなんかちょっとね、25日のさくらさん、25日のさくらさん、パイセンはきっと今頃ディナーしてまーす。ざわーさあ、というわけでね、そんなかわいそうな皆さんに、今日は25日ということで、楽しく放送していきたいと思います。はい、聞いてください。そうですね、リアルタイムに聞けてない人たちは申し訳ないけど、基本的にチュッチュクしていると判断させていただきますって書いてあります。再放送で2回あるからね。再放送で聞く人たちは今頃こうチュッチュはいチュッチュ、はい、ということで本日も30分、ちょっとお時間よろしいですか？やはり改めまして、矢作小百合です。桜屋根です。さて本日は、スルーしますよ。なんでですか？本日はクリスマス当日ということで、はい、1年ぶりにこちらの企画を行いたいと思います。題して、年末決算大シャバ、クリスマスプレゼント。もう年末です。だって今日クリスマスと言いつつ、年内最終の放送ですからね。これ皆さん忘れてるかもしれないんですけども、そうなの、今日が、2013年 お時間最後のオンエアなので、はい、大掃除です、はい、家にいらないものいっぱいありますそれが掃除したいというわけで、クリスマスプレゼント来たんで掃除したいクリスマスプレゼント来たんでその2つには関連性はないんですよね。関連性はないです。話変わるけどです。HK です。HK そう、それ今時で言うと HK よね。もうちょっと古いな。HK もうちょっとケースみたいな。ケースカス？既読スルーってケース？でもさ、スルーって C ですよね。違うんだよね。なんで S なんだろうね。今時のギャル用語なのかしら、それは。ですかね。というわけで、私たちも、プレゼントを用意してますし、はい、スタッフもプレゼント紹介してます。じゃあ、はい、これまず1個ずつプレゼントをじゃ紹介していきましょうかね。そうですね。ではまず、矢作さゆり賞、こちらとなっております。てってるー。皆さん、見覚えございますか？こちら。これハロウィンの時のね、パイサー被ってたやつ。で、これが、クリスマスの時の、はい、あれ夢の耳セットでーすせっかく、パイセン夢の国で楽しんだから、皆さんにも、夢の国気分を味わっていただきたいと思って。うまい。なるほど。理由付けもいろいろあんのよ。大戦士ですよ。みんなにも、楽しい気分を味わってもらいたいと思って。お裾分けですよね、幸せのね。これをつければ、パイセンたちの思い出が全部詰まってますから。そう、そう。一回つけてますね、私たちの夢のパワーがね。これなんか今日私、こう、なんか合ってんじゃない？雰囲気。じゃあ、あげなくていいんじゃないですか？これ、じゃあ、ちょっと記念にさくらさん被っていただいて。使用済みですご利用済みですはーい。アコギすぎる。はーい。さあ、続きまして。じゃあ、さくらやるでしょう。行ってみましょうか。はい。あら、こちら。ちゃんと袋まで。ね、可愛らしい袋に入れて。はい。さくらやねしょう、こちらです。はい、何ですか？これはですね、私が1回ずつ使った、乾電池式の、携帯充電器でーす。イェイイェイ。これだね。これさっき使ってたやつだよね。あ、さっき。あ、まだあとね、外に2つあるんですよ。あ、まだ使ってんの？今、ちゃんこさんが充電してるから。ちゃんこが充電してる。はい、そうなんです。あるんですけど、私ね、いつも充電器忘れちゃうんですよ。リチウムのやつ。繰り返し充電できる充電器をいつも持ち歩いてるんですけど、忘れちゃった時とかに、乾電池式のちょっとしょうがないからコンビニで買うんですけど、一回使ったらね、私乾電池が家にあんまりないので、使わなくなっちゃうんですよね。はい。で、なんで、一回しか使ってないから、まだ乾電池も、ちょっと充電っていうか、こう、電気が残ってるかもしれない。そう。だから、あれですね、ロシアンルーレット的なことですね。使えるか、使えないか、みたいな。あ、なるほど。はい。あと、ちなみに、さくらさん、使用済みです。イエーイ。ご利用済みですか？ご利用済みです。ちなみに、あれです。私が持ってるのが、フォーマー。情報によりますと、iPhone4、そして iPhone4S の充電が可能だというものたちらしいです。そうなんです。なので、ちょっと他の機種の方はちょっとお使いいただけない可能性があるんですけれども。はい。さくらやねしょうでした。危ない。さあ、続きまして、ちゃんこしょう。いらねー。はい、こちら、ちゃんこしょう、2万円相当のパトランプでございます。なんか企画で1回使ったのかな？使って、まだ1回しか使ってない。こちら、色の方が、黄色。これ何色だ？これ紫。これが、緑？全色。緑。全4色。こちら、ちゃんこ、使用済みでございます。こちら、ちゃんこ賞でございます。柳さん、信号ごっこしてください。はい。続きまして、マッサー様賞が、出ました。もう、ほんとマサ様の趣味が、出まくって、こちらマサ様のおすすめセレクトされた本。この間読んだ。読み終わった。面白かった。フィリップ・K・ディック短編傑作選が、トータルリコール、アジャストメント、変数人間。こちらですね。あ、これトータルリコールって映画の原作？私も読みたい。トータルリコール面白かったよね。パイさん応募してください、じゃあ。買って。というわけで、こちら、マサ様、ご使用済みやったーそうです、ね、こちらの本3冊セットをプレゼントいたします。さあ、そして、葵ちゃん賞葵ちゃん今年も一番くじ第2弾ということで、たまゆらの一番くじということでね。これ被っちゃったんだな。被っちゃったんだ。そうですね、パイセン一回ゲストで。そう、パイセン出てますしね。はい、出させていただきました。すごい巧妙な宣伝だな。巧妙な宣伝で、こちらの方一番くじ、これクリアファイル2枚セットね。2枚セットね。はい。可愛らしい絵がね。可愛らしいですね。可愛い女の子がね。これと、これですか？だけ以上あ、まだありますけど、出し惜しみしてる。あ、なんか確かもしれない。あんちゃんの気分次第で確かもしれない。とりあえず、たまゆらの、クリアファイル2枚セットです。宣伝をつということで、じゃあ最後。じゃあ最後が、斎藤さん賞。ちょっと出しますね。出します。はい、斎藤さん賞は、ガチャガチャでダブったやつということで、ちょっと一個一個見ていきましょうか。ちょっと待って。ちょっと待って、本当にわかんない。これ何？ 3 月のライオンって書いてある。あ、私それ欲しい。これも、これ何斎藤さん、これ何この椅子みたいなの。ちょっとブログにこれですね。ちょっと画質があれだから。え何これあと、ね、これ何ちょっと。これ何気持ち悪いこれ戦隊もの共有者これね、なにこの唐揚げみたいなのに、ユーみたいにやってるけど。ユーってやってるけど、これ。パイセン何これ怖い。これバレンタインのチョコみたいなやつ。斉藤さん何を持ってこれダブっちゃったから、持ってるんだよね。他にもいっぱいもらったんですかあ、動物の森。あ、これ動物の森のやつ。全然動物の森感がないんですけど。あ、これ、あまちゃんって書いてある。これあまちゃんと関係あるガチャガチャなの？これ知らなかった。なんか子供向けの。これガチャガチャのダブってやつ、これ全部、こんなにいっぱいセットで、皆さんに斎藤シャン賞ということで、プレゼントいたします。あと部長は何部長あるんですかうっかり賞はあった。これは、こちらが見せない方がいいのかなこちら、うっかり作りすぎたでしょーということでなんでしょうこれはなんか紋章みたいな。これは、エンブレムですね。これセット、それとも、2名様。うっかり賞は、全色5枚あります。そうなんですね。まあなんか5色作っちゃった。クワットって確か4で。5色作っちゃった部長の、こちら5色のメガネ拭きですね。こちら2名様にプレゼントいたします。さあ、というわけで、以上が今年の処分品となっております。いや、クリスマスプレゼントですからね。はい。プレゼント皆さんに差し上げますので、応募に関する注意の方を桜さんお願いします。はい。応募は1人1通メールで受け付けます。懸命にプレゼント宛てと明記した上で、メールの本文に住所、郵便番号、氏名、そして今年ももちろん、人には言えない恥ずかしい秘密を書いて送ってきてください。応募の締め切りは12月31日までとさせていただきます。31日のタイムスタンプ有効ですので、それまでに送ってきてくださいね。よろしくお願いします。ココイチの人に言えない恥ずかしいこと、きっとまだまだね、隠れてると思うんですよ。出し惜しみせず、もうここです。ぜひ、出していただきたいと思います。というわけで、プレゼント宛てのメールお待ちしております。はーい。矢作、桜の、一つが欲しいですか？チョロメイトいつ発売？12月29日、コミケで発売前だから。これ発売前なのに流して大丈夫なの？いやもうこの番組にウルメイツ推しで、はい、ウルメイツ推しですウルメイツ推しでオケメイツ、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 もうすごいうちは推していきます、推していきますから。なのでこれタイトルは涙は少女のために。あれララのウルメイツから何があったんですか？変わったね、変わっちゃったね、結構変わったね。ラララ感12月29日発売ウルメイツの涙は少女のために。あ、皆さんぜひコミケでお買い求めください。よろしくお願いします。いい曲、いい曲ですね。でチョロメイトなんですけど、あ、そうか、そうこれチョロメイトか、ウルメイツかと思った。ウルメイトかと思った。ウルメイト矢作さくらのちょっとお時間よろしいですかで、何か新グッズを制作する際にいろいろ会議するコーナーなんですが、しばらくはちょっとキスしてよろしいですかの開発に向けていろいろやっていきたいと思います。今回ね、もうすごい来てます。やばいっすね、メールが。どんどん紹介できるところから読んでいきたいと思います。まずこちらがですね、曲が来ました。主題、これは何のか、主題かなのかな、何曲かあるのかな。これベロンチョさんからいただきました。矢作さん、さくらさん、チョロッス、たまによく拝聴しております。ちょっとよくわかりません。11月20日放送のチョロイを見ていたところ、チョロメイとなる面白そうな企画が始まっていました。ちょっとキスしてよろしいですか、略してチョキッス。違いますね。残念ながら僕には絵を描くではありません。なので曲を作りました。2つ。20秒ほど切り出した一部分を添付しました。主旋律と歌詞をつければ CM 曲くらいにはなると思います。作ったものは、1つはもうすぐクリスマスなのでそれっぽいやつ。もう1つはどこかで聞いたことがあるっぽいやつ。ぜひ聴いてもらえればと思います。ということで、聴きましょう。曲お願いします。ちょっとキスしてよろしいですかみたいなタイトルコールが入ってコンティニュー、そう、ニューゲーム、あれこれアウトだな。これ元の曲はね、うちらのオープニングテーマ、あれ原曲がどっかにあるやつ、フリー素材じゃないんですよね、多分ね。フリー素材じゃないから。これアウトだ。でもありがたいな。すごい、だって曲が送られてきたよ。すごい。まだある、曲まだある曲、はい、そのままだって。青鬼さんです。矢作さゆり様、さくらえね様、こんばんは。こんばんは。ちょっとキスしてよろしいですかのテーマ曲臭いものを作ってしまいました。あら。手持ちの音声合成歌唱ソフトの関係で、残念ながら女の子ボーカル曲となってしまいましたが、頑張ってお二人ご所望のリルキスコーラスも入れてみました。まだワンコーラスしかできていませんが、きっちり90秒に収めてみました。えらい。作った本人すらびっくりするくらいのテンプレ展開で、どこかで聞いた感満載ですが、よろしかったら聞いていただければ嬉しいでございます。ということで、じゃあちょっと曲聞いてみましょうか。歌詞もあります、ここに。ゲームっぽい。お、ロゴ、タイトルロゴですね。BGM になりそう。冬の感じか。キークソ高い。ヒロさん、キー下げましょう。そうね、メンズボーカルだからね。そうですね。いい曲ですよ。なかなか。歌詞がね、結構歌詞がちゃんとしてる。助けて。キスしてよろしいですか。ツイッターをキスしてよろしいですか。すごい、ちゃんとしたのが送られてきたんですよ。ありがとう。送られてきちゃったね。そして、こちらがキャラね。ウッドペーカーさんからいただきました。ありがとうございます。パイセンさくらさん、ちょろーす。ちょっとキスしてよろしいですかの、キャラ設定を募集っぽい流れだったので、以前お二人がおっしゃっていた設定で攻略キャラを、簡単な設定を一通り作ってみました。気に入った子がいたら使ってください。ということで、この前言ったやつね。ヒロインの同僚、日野さんって言ってたやつね。26歳。178センチ。178か。髪、赤っぽい茶。ツンツン、バランスの取れた頼れる大人の男性に見えるように、後輩の前では頑張ってる。悩み事相談ではヒントになる過去の事例とかを教えてくれる。結構深いとこまで行きますね。深いとこ、すごいね。ちゃんと全員年齢とかいっぱい書いてあるけど、これ一通りさくらさんと見て、そうですね、見ましたね。添削作業をしました、先ほど。これね、まあ近い。ブレてないんですよね。でもね、ツンデレっぽい感じはいいね、やっぱりこのヒロインのメインになる男の子は。で、赤っぽい茶色っていう髪の毛の色もね、なかなかいい。どっちかというともっと赤に寄ってた方がいい。そうです。まあ、正統派なね、一番こう、バランスの取れた人ですもんね、ひなさんのキャラは。まあ、仕事もちゃんとできて、みんなから頼られて。で、ちょいツンデレがいいんですよね。そうそう、ちょいツンデレがいいのよ。で、この、与永くんね。はい。やっぱ与永くんのこれキャラ、年下設定なんだね。19歳、165センチ。大学生。待って、でもほら、ヒロインがさ、同僚だから26歳でしょ？いやでも、年下。19だと。年下好きの需要にも対応できてないとダメじゃないですか。19は若すぎるわ。パイセン19の男の子に手出せない。でもそういう人もいますし、あとパイセンゲームです。パイセンゲームです。いやでもほら、やっぱリーナいくつですか？リアルを追求したいでしょ？リーナいくつですか？社会人のゲームだから。リーナ19より下でしょ？せめて20とか21とか、大学生設定はいいわよね。あ、まあそう、大学生設定ぐらい。あ、そうね、そうね。でもいいかもしれない。で、ちょっとこう若く見える。S メガネ、ゆささん。ゆささん、28歳。28、若いな。もうちょい上でいいです。あ、もっと上？だって、さくらさん、いくつぐらいがいいの？ちょっと、同じぐらいになっちゃってるんですよね。あ、確かに年齢層が近いね。だって、日野さんが26、与永さん19、江口さん25、久市さん24、で、下にもう一個下に、年上のエロい先輩29って書いてあるんですよ。あ、20代若いわ。そう、ちょっとだから、ゆずさんとエロい先輩をもうちょっと上げておきたいわね。そうね、30代がいいわよね。そうですね。なんで、この中では、エロい先輩32とかそれぐらいがいい。じゃあそれぐらいにしましょうか。これ32。じゃあ32に。32に。あ、燃える、32燃えるわ、エロい先輩。でもそうすると、ゆささんが、いくつがいい？もっと3。じゃあここ36とかにしとく？ 35 にしますか。じゃあ、S メガネを35にします。ゆささんを35歳です。ゆささん35歳です。これ、ここの他の年齢設定はいい？あ、与永さんは？与永さん19でいいんですか？21にします。21。あ、待って、ヒロインの同期だから、ヒロインは24歳か。ヒロインでも23に下を行った方がいいんじゃないですか？23って新卒でありえんの？ありえます。ありえるの？じゃあ 23？ ヒロイン。なんかそこのちょっと差っていいですよね。でも同期だからさ。だから、いいのか。同い年の誕生日によってこう。あ、そっかそっか、なるほどね。ここ同い年だから。おー、素敵素敵。なかなかいい感じになってきたね。はい。あ、じゃあこれで。これで。基本設定これで。これ取っといてください。あおいちゃんこれじゃあちょっと。取っといて、キープ。あ、でなんか、でもう一個。メイさんです。矢作さん、さくらさん、チョロッスです。チョロッス。ちょっとキスしてよろしいですかの制作会議とても楽しく拝聴させていただいています。はい。私も何か意見をと思ったのですが、ロゴも疲れないし、キャラデザなんてもってのほかなので、キャラクターの名前を考えてみました。妄想爆発なので、お気分を害してしまったらすみません。ということで、渋谷萩さよりの、ヒロインの先輩。うん。萩原ゆり。矢萩さゆりだから。うんうん。で、渋谷桜えねのヒロインの高校時代からの親友。音無桜。あやねのねが音で、で、下が私の名字ですね。あー、なるほど、そういうことか。はいはい。っていうことですね。あ、いいんじゃないですかこれで。次は日野さん。東キリ。ちょっとさ、かっこよすぎるよ。ちなみに、サトシでいいじゃん、もう。名前の由来は全部花から取ってるみたいです。キリが、ちょっと、かっこよすぎる。ちょっと続きいきますよ。与永さん、渋い与永さん。一条セリと。セリ。今時すぎる。渋い江口拓也さん。草加瑞希。由来花瑞希。かっこいい。北市敦さん。高槻昌磨。名前の由来は昌磨。渋谷久浩二さん、藤代京介、名前の由来はあんずの京、澤部純一さん、古賀東也、名前の由来は東代々かな、うん、マサ様マサ様、宝生祐希、名前の由来は祐希、CV 堀内健優さん、松雪かなめ、ヒロインの名前の由来は松雪荘、うん、下野紘さん、チコ真島淳二さん、斉藤いつき、木って書いていつきですね、うん、部長さん、斉藤風雅、お父さん風雅です、ちなみに楓に宮城って書いて風雅です。最後ちゃんこさん、つわぶきさとる、名前の由来はつわぶきで、さとるのさとるっていう字が一文字で、水星の水です。かっこいいけどかっこよすぎるね。ちょっとそうですね、これすり合わせ必要ですね。これはすり合わせ、でもあんはいただきますけど、とりあえずもう下の名前みんなそのままでいいんじゃないのあかんかなそれは。だって誰も被ってないもんな。11浩二淳拓也つばさ、いいんですかそれで。部長の下の名前何なんですかね。吉明嘘吉明、パパ吉明っていうの？部長吉明ですね。いやでも吉明っぽいわ。あ、じゃあそれで、じゃあチコだけはチコで、あとケイユウさんとかケイユウ感強いですけど。あ、そうだねちょっとそうだね、考えようちょっと考えましょう。あ、そうですねちょっと強いね。ちょっと強いですね。みんなケイユウさんって読みますけど、ね、昭和っぽい感じがいいです。いそうな感じがいいですかね、うん、いそうな、普通にありそうな名前がいい。じゃあそれでちょっと考えていきましょうか。でもみんながこうやって考えてくれるの見てるの面白いですね。楽しい。はい。というわけで引き続き、ちょっとキスしてよろしいですかに関するイラストやロゴ、そして、発売してもいいよっていうゲーム会社さんからのメール、ここが一番大事です。お待ちしております。お願いします。お送りしてきました矢作桜のちょっとお時間よろしいですか。そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからふつおた、番組の感想を各コーナーでのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超A&G プラス矢作桜のちょっとお時間よろしいですかまで。メールの場合はすべて小文字で、お時間@joqr.net、お時間@joqr.net、お時間の綴りは OJIKAN です。コーナー紹介は番組ブログにありますので、そちらを参照してください。ということで、本日の放送いかがでしたでしょうか。あ、充電できてる。さあ、というわけで、プレゼントのおさらいをしていきたいと思います。はーい。プレゼントはここなので、じゃあ、そうですね、応募のあれだね。そうですね。じゃあもう一回読みますね。はい。応募は一人一通メールで受け付けます。懸命にプレゼント宛てと明記した上で、メールの本文に住所、郵便番号、氏名、そして今年ももちろん、人には言えない恥ずかしい秘密を書いて送ってきてください。応募の締め切りは12月31日までとさせていただきます。31日のタイムスタンプ有効ですので、それまでに送ってきてください。はい、というわけで、充電できてるよ。本当ですか？皆さんぜひね、こちらの方送ってきていただいて、お願いします。来年の放送は1月1日23時からとなっております。さあ、年末進行我々頑張りたいと思いますので、来年もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、今日はこの辺でお別れのお時間です。お相手は私、萩沙絵里と桜井ねでした。来週もこのお時間にお会いしましょう。良いお年を。おー、良いお年を。